青森いいか。アオリイカが釣れました。やった、アオリイカ。へえ、結構釣れるもんですね。やったイカ。カレーですね。シーフードカレーを作りましょう。はい、シーフードカレーができました。イカカレーですね。アオリイカカレーでね、お米切れてまして、パスタで食べます。ロック用の焼酎なんてあるんだよね。ちょっと辛いいい匂いがするな。いただきます。まずイカですね。イカ食べよう。いただきます。こう弾力があり、プチって弾ける。噛むとね、プチってプチプリプリしてる。プチプチって。そして柔らかい。とっても美味しいですね。あとイカの味が結構しますね。うまい、美味しい。噛むとね、プチッてする。イカカレーっていうか、なんかスープパスタみたいに食べた方がいいのかもしれないね。とっても美味しいですね。パスタの茹で汁はね、コンソメスープにしましたね。あちおぉ、あったまる。いやー、美味しかったな。実はですね、釣りをしていたら、地元の漁師さんなのかな、なんか、ご夫婦が、イカのね、ぶつ切りを持ってきてくれたんですよ。これを使って食えよ、釣ってね、みたいな感じで。イカいただきました。ありがとうございます。でね、実際ね、夜釣りでクエをね、ずーっと狙ってるんですけど、本当に釣れないの。イカをね、餌にしても、アジを餌にしても、全く釣れないんですよね。で、たまにね、バチコーンって、ものすごい引きがあるんだけど、なんかね、針に乗らなかったりするの。ごちそうさまでした。とっても美味しかったですね。イカはね、最初の一匹はちょいちょい釣れるんですよね。結構イージーに釣れますね、イカね。いい感じです。それじゃあね、またね。